それがこの EOS 6D。 フルサイズの表現力がこの世界最小3軽量ボディに凝縮され、新たな表現を創造します。フルサイズをこの目に。ここで写真家のお二人から、こちらの EOS 6D および最新レンズ EF24-70mm、 F4L ISUSM を使用した感想をいただいております。それではご覧ください。一言でこのカメラの感想を申し上げますと、軽くてすごいっていうのが率直な感想です。カメラは小さいんですけど、仕上がりはとてもいい。やはりフルサイズっていうのはメリットがたくさんあって、小さいCMOSに比べて、まあ、会長表現が豊かでボケミも良くて、表現という意味で言うとやはり一歩上、二歩上というものを目指せると思います。感度も高く撮れますので、撮れる世界が広がるというのは確かだと思います。空の会長、雲の向こうとはいえ太陽がありますので、すごい難しい状況なんですけども、まあ、写真見ていただくと分かると思うんですけども、会長がよく出るっていうなと思います。お父さんの顔ってちょっと潰れそうなんですけども、微妙にそのシャドウのディテールが出ていて、でこのやっぱりお父さんの表情の中に僕は伝えたいことがあるというか、見せたいものがありますので、やっぱり潰れなかったっていうのが良、まあ、かったです、はい、自分の生活圏でない場所に行って写真を撮るというのは、必ず現地の地図を買って、どこでどういう写真を撮ったかっていうことをなるべくメモを取るようにしています。それはまたその場所に戻りたいという気持ちが、ことが多いので、そういうことをするんですけども、まあ、このカメラが簡単にな設定でもって、その どこで撮ったかという情報が残るというのはとても便利でした。この軽さであればどこへでも行ける、いいカメラだなと思います。まず最初に持った時に圧倒的に軽いということですごくびっくりしました。軽いことによってもういつでも持って出ようみたいな気持ちになるというのはあると思います。昨例でもその暗いところでちょっと撮ったものがあるんですけれども、こんなところまで映ってるのかっていうところがちゃんとすごく映っていて、でしかもそれが奥行きがあったのですごい驚きました。なんか肌とかが綺麗に出るっていうところとかですかね、質感ですとか、あとはまあ、人物の、まあ、質感みたいなものが、瞳とかもそうですけど、それがすごく綺麗に再現できると思います。これ1個でマクロも撮れるってなると、例えば食べ物にすごく寄ったりとか、あとは可愛いものとかに寄ってすごい撮りたく女性ってなると思うんですけど、軽くて、マクロのレンズも付け替えもしなくていいので素晴らしいですね。そのところこれだけ軽いので、どんどん女性の方とはもっと趣味を極めたい方、あとはプロの方も多分使ってすごく満足できるものだと思うので、ぜひフルサイズに挑戦してほしいなと思いました。